はいどうもこんにちは、こんばんは、ヒルマスサールです。精霊の黄昏ですね、やっていきます、よろしくお願いします。カトレアのこの横姿がめちゃくちゃ美しいんだよね。いやー、人は見た目かすまんな。さてと、とりあえず精霊席だけ満タンにしようか。ごめんな、ヒエンあんまり使う機会がなくてな。餌あげようか、かわいい。餌はいらない。餌なんか買っておいてあげるか。1651鉱物いつからそんなにあったんだっけ。とりあえず精霊石ね、満タンにみんなしてあげます。198、買い物しなければ、精霊石を買わなければ死んでしまう。うん、これじゃないや。もうパーツとかアクセサリーはこれでいいのかな。カトレアとかのね、専用パーツとか結構欲しい。わー、サンゴッツか、鬼だな、このゲームは。いつまで経ってもこれ精霊石をね、使わせてくるっていう、なかなかね、恐ろしいゲーム。445ゴッツ、一体ゴッツとは一体きついな。最後の最後まで、そうだね、この子はもう エアブラ必要かな。まあ、見たいからやるぐらいだね。龍が覚醒拳覚えてるしね。龍が覚醒拳がくっそ強かった、びっくりしたわあれ本当に。君はアースクエイクじゃ、まあもう持ってるから、そうだね、あなたはもうメテオフォール一発芸で、ベビちゃんが、ベビちゃんはそうだな、これパラライズウィンドウだっけ、昔からこれ強いんだよね。この子何がいいかな。あ、マジックシールドとか、まあ、ガードフィールドの方がいいか。ボルクに今までやらせてたけど、この子に補助させるか。あ、まあ、最後のクラスも気になるんだけど、リザレクションもあったのか。ちょっと失敗したかもしれない。そうだね、とりあえずこれで行こうか。装備がスポークすげえな、スポーク恐ろしい、スポークオーナー完全に、ベベドアが完成されているんだよな。オッケー、よし、行こう。なんか売るものあったっけ？別に、それもないよ。生命の木の実だけがいつもね、持て余している。何にもねえな、これ。結局、最後の最後までコレオプトの泡を使わないっていうね。使う必要ないからね。リフレッシュ。があるからね、それで十分なんだけど。ちなみに、あ、ダークサイドだと西の砲台にしか行けないのか。帝国には行けないんですね。ここにあるさ、この列車みたいなのがすごい気になるんだけど、乗りたいね。はい、コメントありがとうございます。どこにもコメントじゃないや、動画が残っていないというね。ちょっと待って、進め、ダークアスね。これずっとあれかな、カーグたちは頂上でうめいているんだろうか。これまっすぐ進めば一定方向になるかな。あそこ、あれはここか。あ、そう、みんなダークア、人間のね、味方が一人もいないってね、今現在びっくりしたわ。俺たちはもうすでに人間には期待してないってことだな、残念ながら。なんだろうなーって、まさか滅ぼすか言っちゃうからさ、ダークはや、あのカーグはやりそうなんだよな。こいつが空中城か。人間が作り出すものはろくなものがない。お前たち覚悟はいいか。我が王ダーク、俺は貴様のためには死すら厭わぬ。かっこいい。ダーク殿、地獄の果てまでお供しましょうぞ。私の中の大きな力、私に命じる。ダークについていけって、どこまでもついていけって。待ちなよダーク。どうした、何だ出るわ。人間王を倒しに行くのは魔族のためだよな。当たり前だ。じゃあ人間王を倒したらリリアを殺してもいいんだな。何、それはダメだ。どうしてだよ。それは
そう、こういうとこなんだよね。そう、コメントもね、いただいたけど、その人間、ベベドアがね、人間の心はダーク捨てたんのかいって言ってたけど、別に人間の心をなくしてもダークはその魔族としての優しさはね、残ると思うんだよね、なんとなく。だから人間である必要はなかったのかもしんない、もともと。ほら見ろ、魔族のためとか言っといて、本当はリリアのことが。俺の言うことが聞きたくなければ好きにしろ、俺は一人でも行く。一人じゃなくて4人だろ、行くにしろ。カッコつけて、本当はリリアのことが好きなだけの癖しやがって。ヒーローの嫉妬、ベベドアありがとう、読みやすいやつ。真っ赤な怒りへ、あ、今ヒーローだったのかな、なんか違う気がするな、自信がないすでに。そしてシンクの像、深まる血の色の憎しみ、黒い黒い闇色の負の感情、負の感情はダメだぜ、出るわ。てめえ殺されてるのかよ。私はダークのパペット、ダークについていくだけ。俺はダークをアルファと認めた、群れのリーダーの命令は絶対だ、ダークについていく。わらわも同じじゃ。そんなの私だって同じだよ、ただはっきりさせたかったんだよ、デルマ。俺は、うるさいな、リリアのことなんてもう聞きたくねえよ、とっとと先行こうぜ。あ、そうだな。デルマ可愛いな。でもな、俺はベベドアなんだ。 あれ、あ、進めるか、すっかり出るわけだ。お、空中城に入ると戻れないかもしれません。それでも入りますか。始まったよ、このテキスト始まったよ、行こうか、ね、やり残したことはね、いろいろあるんだけど、はっきり言ってこのレベルだとね、何もできないからさ、ボコボコにされるだけだからね。守ってやるなんて言っときながら、いつも守ってあげられてないよな。あ、ダークサイド、ダークサイドじゃないのか、もう両方サイドなのか。リリアさんのことが心配？ん？ああ、人間王がリリアまで連れ去ったってことは、暗黒の支配者を復活させるのもリリアが必要なのかな。あ、え、待って、俺勘違いしてるのかな、暗黒の支配者は人間王ではないのか、やっぱ違うのかな。ここまでね、アーク 1,2,3 ね、これ4作目やっといて よく分かんなくなってきてんね。分からないけど、多分リリアさんの力が必要なんでしょうね。みんな、もう動けるのか。ああ、なんとか。想像以上に強いのね、あのダークって魔族たちは。でも、魔族がとどめを刺すに去るなんて、よりによって魔族に見逃してもらうとはな。これも何かの作戦かしら。魔族だって戦いたいわけじゃないんだよ。そんなこと信じられないわ。奴らは戦わずにはいられない生き物なのよ。じゃあなんで俺たちを助けたのさ。それは、空中城へ行こう。まさか魔族を助ける気？タチアナ、俺たちは憎しみで戦うんじゃないよ。この世界を救うんだ、この世界を守るために戦うんだ。世界を守るためならどんなことだってできる。もしそれが必要なら、俺は魔族とだって共に戦ってみせる。そうだよ、俺たちの本当の敵は人間王だろ。分かったわカーブ、私も守るわ。カーブが守りたいこの世界を、お父さんもきっと分かってくれる。守るべきものはこの世界か。戦う理由としては十分だ。カーク、魔族と一緒に戦うだなんて本気なの？あなたは優しすぎるわ。でもその優しさが世界を変えると信じてるわ。さあ行こう、空中城へ。リリアと五大精霊石を取り返すんだ。おお、動ける。カーグたちが動ける。
じゃあ、あれ？お、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 お前ら休んでるだけでさ、清涼席まで回復すんの。最初からそうしてくれよ。あ、でも226。226ってなんだ？よくわかんない数字だな。あれ、ちょっと待ってくれ。これ、仮にさ、ああ、いいや。あ、せ、あ、あ、どうしようかな。別に家が空中以上でセーブできるでしょ。これ、もしかしてさ、ダーカーグでここの宝箱取らなかったら、ダークで宝箱取れるのかな。そういうシステム上のなんか、なんだろう、穴じゃないけど、そういう仕様ができるのが非常に気になるんだよな。できるか。あ、ダメか。開けちゃったもんね、俺。カーグ編で。ちょっと試してみなかったな。これじゃ残念だ。多分ね、攻略サイトとかで行けばすぐ、そういうの分かるんだろうけど、それをやる必要があるのかどうかって話で。ちなみに、お、真空破断、いけるじゃん。あ、真空破断だけ。あれ、真空破断、あ、真空裂破か。あ、技は、いや、技きついかな。まあ、カーグで無双させればどうにでもなるか。まあ、この子、あ、でも星が、人間サイド星少ねえな、なんか。この子はもう、シャッフルショット、もう、レベル2もね、非常に。あれ？前回何使った？ガンツ。俺さ、ローリングアクスとアクセル台風しか覚えさせてないのに、お前何使った？なんか、ボーンクラッシュとかスカルクラッシュかなんか使ってね。許さないよ。お前許されないな、やっぱり。タチアナはリザレクション。リザレクションと沈黙のアンジ。アンジ？どうしようかな。難しいな。ちょっと、タチアナは攻撃してほしいんだよな。ダメ、やってくんねえかな。あ、じゃあとりあえず真空、いや、真空レッパーいっちゃおう。で、そうだな、ちょっとガンガンと忘れておくか。星を取るってのは北斗の剣みたいだけど、星を取るのはカーグと、そうだな、ポーレット、マル、タチアナ、ガンツ以外かな。まあでも何してもね、このゲーム、なんだっけ、SP だっけ、TP だったかな、たまるんで、まあ、任せるしかないかな、ここの活躍に。上がった子たちでやっていく形になるかな。一応ね、名目としてはこの人間が勝つか魔族が勝つかのシナリオはちょっとやっていきたいなと思うんで、そのあれ？ん？ああ、こっちか。ごめん。場所が分かんないやつだ。入りますか？あ、入る入る。あ、入って。で、その間、あー、でもこれだと人間サイドだともうレベルとかじゃなくて戦いはないのかな。ダークがぐちゃぐちゃにするから。薄気味悪い建物だな。何やらまがまがしい気配に満ちておるの。あーあー、もうすぐ来ちゃった。何をしに来た。目障りな人間の声。俺たちも人間王と戦う。ダーク、共に戦おう。人間王は俺たち共通の敵だ。バカなことを言うな。クラフトを忘れたのか。俺たち魔族とお前たち人間は共に生きることはできない。それとも文明をして弱肉強食の魔族の掟に従うというのか。そんなことはできない。でもそれでも共存できる道はあるはずだ。本当に？え、カーグどうした？そんな方法があるなら誰も苦労はしない。方法がないなら作り出せばいい。俺たちの手で。どうしたの？カーグ、何かいきなり返しにしてるの？ま、本当か？できもしない綺麗事を並べるな。そうだよ。綺麗事？理想も希望もない世界は地獄と同じだ。それが綺麗事だと言っているんだ。なんだ？閉まっちゃう？自動ドア？あ、浮いちゃった。浮けんのか。やるな。あ、半分じゃねえんだ、空中上。もう半壊して半分ぐらいしか残っていないのかと思ってた。
あれ、いや半分に書いてない。昔はね、ひし形だったんだけど、今三角形しか。ん、これは地震か。違う、浮いている。空中城がその名の通り。空中城は空を飛ぶ城、野望の器、欲望の鏡、私と同じ世界を破滅させる最終兵器。動力はまだ生きていたのか。五大精霊石じゃ、その大いなる力で空中城を復活させよったのじゃ。おお、すごい。わあ、ららみんな無事か。私は大丈夫。俺も平気だ。マルはタチアナはどうした。二人はどこだ。ああよりによって貴様らか。どうする、ボルク。向こうは三人だよ。知れたこと。やれる、やられる前にやる。待て待て待て、話を聞け。いつまで無意味な戦いを続ける気だと言ってもな、これお互いが相性が悪いよな。これ以上人間王の計略に乗せられるんじゃない。俺たちがしなければならないのは人間王を倒すことだ。違うか。人間王の計略とは、とはいえだよ。ボルクのね、嫁さんはね、あのポーレット一家にやられちゃったしね。え、剣は、まあ、オルコ族デルマ自身じゃないんだけどね。そうかもしれん。だが我がアルファでない貴様の命令を聞く筋合いはない。そうだ、黙れ人間。てめえなんかと話し合う気はねえよ。カグ、やっぱり魔族に話し合いは通じないみたいね。降りかかる火の粉は払わねばならんか。ダメだ、そんなことをしても人間を喜ばせるだけだ。俺たちの目的は同じはずだ。このままじゃ世界は滅びるんだぞ。たとえ世界が滅びても貴様らを倒せるならばそれでいい。我が敵は人間。今さら考えを変えるぐらいなら俺は戦って死ぬ。それでは無駄死にだ。貴様ダークと同じことを。すでにモンスターを配置できるほどの力が。こんな時に一時休戦だ。モンスターを倒すぞ。熱いなこの展開。あ、くれアイテムをくれアイテムをぶんどることしか考えていないプレイヤーのゲスプレイヤーだな。とはゆえか、どうせでもね、エッジがつけられるわけじゃないもんね。そうだよね、ダメだよね。売った記憶もないしね。バックだけがあるけど、ちょっと待って、この編成ちょっとまずくないか。壁が、まあガンツが壁にして、出るまで補助、補助、そうだね。ちょっと、あ、今回カーグが主人公だからビッグ R でビッグ R するのか。とりあえずやってみっか、一応やってみっか。ちょっとレベル見せてね。22、22、26でしょ。26、22。あー、これもバランス取ってんな。ヘルカイトさんとレッサーデーモンさんとだけか。もっと近づきないの。あー、どっちがどう近づくかな。危ねえなこれ。降りかかる火の粉を払いたいので、とりあえずもう早速し、あれ、真空パダンがこれで、真空レッパダンが、あー、範囲攻撃なのか。そっかそっか。使い勝手悪いな意外と使い勝手がちょっと悪かったな。そうか、じゃあ、これは風神演武の強化版みたいな感じなの。あ、そういうわけでもないのかな。まあいいや、真空破断でまず。あ、そうだな、ポーレットさんも結構硬いらしいんで、ディフェンスが25と43、あ、あれか、ガン、じゃね、ボルクは低くなってるか、もともと55、51。あ、だか、カーグさんが一番危ないのか。ちょっとボルク補助をかけたいからな、とにかく。
真空、いや、封じ演武じゃなくて真空破断で、こっちだ、こっちを助けていこう。真空破断で、今もこれ大魔同士になってるはずだから、すでに弱いんで、ね、スピードがすごい遅くなってるはずなんで、あーちょっとのけものになってしまうが、もうちょっといけないか、ダメか、OK、余計なことを、どいつもこいつもぶちのめしてやるよ。ムービーが、ムービーっていうかイベントかと思った。鬼娘、あ、邪魔だ、そばに来るな、まだ遠いよ。斧を振るついでにお前の首まで勝ってしまいそうだ。笑わせんじゃないよ、そんな生クラに切られるほど私の首はやわじゃないよ。試してみるか、剣の敵をここで打ってもいいんだぞ。上等だよ、やれるならやってやら。やめろ、二人とも、いい加減にするんだ、かく姿を見せるんだ。あ、やっぱ早いな。ヘルカイド、ヘルカイドさん、そっちやめてもらっていいですか。スピードアップしてもこんなに遅いのか。あれは敵が強いんだから、パワーって言え。そしたら、あーまずいな。あ、もうヘルカイトさんやれるんですじゃないの、これスラングナイフで。ん、これファイヤーセンドか。スラングナイフはトロック、あ、あれ、ちょっと待って、これだよ、これ壁じゃなくて、これ穴だよ、穴まで通らない、これが壁、通らない、ムカつくゲームだ。スラングナイフ、はっ、よし、ギリギリ。おい、人間、慣れ慣れしく近寄るが、貴様は敵だ。偉そうに言わないで、私だって家族のそばにいるなんてまっぴらよ。ならばさっさと俺の視界から消えるんだ。それとも俺に消されたいか。あなたこそ消えてもらいたいわ。二人ともいい加減にしろ。かく姿を見せるんだ。とりあえず、そうだね、防御力を強化してください。ここからはもうずっと戦闘になるのかな。レッサーデーモンさんはどっちに来るかな。ボルクに来る、ボルクに来ない。見切った。見切ってるね。でも反撃しないんだよね。どうすっかな。このアイテムはベルマに持たせるか。レッサーデーモンさんが、ちょっと待ってね。特殊と、あれ、あ、魔力か。この子は魔力か。ステータス見て、星は見れる？星あと1個か。何か覚えるのかな。SP を考えると、そうだね、カーグに花を持たせたいが、ちょっと殺される可能性があるからな。とりあえず、あ、そうだ、ダイヤモンドダスト覚えなきゃ。この子はブリザードでぶち込んどこう。ブリザード、あー強い、心が強い。これカーグが壁でもいいかもしれないな。回避がね、なんか鬼の回避してるんで、それも一つの手かもしれないな。あ、ここ、あ、どこがいいかな。ここかな。真空破断を、真空裂破か、真空裂破、あれ、真空、そう、立ち位置が非常にいいですね。真空裂破をいいとこに、いいとこがないんだ、しょうがないね。じゃあ一番危なくなさそうなところで真空裂破をぶち込むか。怒りの立ち風を食らえ、真空裂破。近い。私の出番だね。カークさん、近いっす。何これ、火炎パウダー、わかんねえ、パーツか。今回こういうパウダーとかはいらないはずなんだけどな。なんだ、あ、フレインの髪飾りとかって魔族じゃないと使えないのかな。なんだアイテム、アイテムでもない、なんだ、あ、装備品か、もしかして。あ、昔あったっけパウダー、速攻で売ったから覚えてねえや。そしたらちょっと範囲がないか。いいや、これで。で、そうだね、ダーク、あれ、あ、来た、遅いのさ。やばいな、この回避異常だな。くすぐったいぜ、俺を止められるか、くらえ。お、ガードか。私だってやれるわ。やれるんですさんは少しずつ引きながら、あ、ここでファイアースラングで、これくらい広くないとな、真空レッパー。ファイヤースラング、はっ。いや、安定してんな。カ
本当にマズコを信じてもいいのかしら。背中を見せたら後ろから攻撃してくるんじゃない。そうかもしれない。でも信じなきゃ何も始まらないんだ。それに今は敵を倒すことが先決だ。分かったわカーブ。パワー勝負なら負ける。もう完全にね、もうポーレットさんは犬だからな、カーブの。そしてあ、パワーちゃん、パワーちゃん、パワーちゃん。あ、ちょっと待って、パワーちゃんしなくても、あ、これローリングアクスでやれるかな。 HP は危ねえけど、あ、アクセル台風いけんじゃん。アクセル台風、あ、よしよし、あ、いけた、ダブルアップ。ヘルカイトさんどうしよっかな。精霊室のお金、この中に商人がいるとはなとて思えないんで、もうブリザードぶち込んでおけばいいか。ブリザード、いやー強えな。カーブでたち拾っといて、俺たちのものだ。お金使えるのかな。うわっ、オッケー、所詮俺の敵じゃない、言うようになった。さてと、邪魔者はいなくなったよ。続きをするかい。続きか、いい加減にしろ。個人的な恨みは捨てろ。今はもっと大切なことがあるはずだ。どうしても戦いたいならダークと合流してからでも遅くはないだろう。それともダークが死んだと思っているのか。思うものか、我がアルファが死ぬはずがない。ダークをバカにするんじゃないよ。ひ弱な人間と違ってあれくらいでダークが死んだりするもんか。だったらなぜダークを探さない。あいつはお前たちを探しているはずだ。俺ならそうする。ダークが俺たちを探している。ダークなら確かにそうするかも。ちっしょう、どうなってんだよ。私たちよりあいつの方がダークのこと分かるなんて。そんなことより先へ進もう。他の仲間が心配だ。けっ、早速私ら魔族の族長にでもなったつもりかよ。気に入らんな。気に入らないね。しかし奴の言うことももっともだ。ダークを探さねば。ぐぬぬ、ダークを見つけたらてめえらギッタギタに引き裂いてやるからな。好きにするんだな。ダークはあれだね、あれ別にこれ武器でわけじゃないのか。なんだろう、言葉がうまいっていうか。あー、これ精霊壁いつか共有できんのかな。もうないよもうないよ。大丈夫、誰か薬草持ってる人。はーい、誰も持ってない誰も持ってないな。爆弾、あ、爆弾のね持ち方講座なんかもねありましたね。あー早い、ガンツとかにね持たせるっていう方がねいらっしゃ、うわー、うわー、ゴーレム